はい。皆さん、こんにちは。FX システムトレーダーの IT です。この度ですね、チャンネル名を少し変更して、えっと、投稿者である私自身のハンドルネームを IT という風に変えました。えっと、これまでは IT チャンネルっていう感じで言っていたんですけれども、えっと、動画を見返してみますとですね、9割方の動画が まあ、大体の動画がですね FX 関係になってきましたので、えー、FX 関係のチャンネルであるというふうに、えー、チャンネル名を変えました。はいえー、でですね、変えてからの、まあ、ある意味最初の動画としてですね、えー、いつも通りのユーロドルのですね1週間のチャート分析を行いたいと思います。はい では始めていきます。まずですね、現在時刻なんですけれども、2019年12月15日、日曜日の17時6分です。えー、この後ですね、12月16日から20日20日までの、えー、1週間のですね、ユーロドルの値動きの、えー、チャート分析を行いたいと思います。はい。それでは始めていきます。はい、まずはですね、今ここ。 2種類のですね、フィボナッチリトレースメントを引いています。まずは、えー、超長期のね、ここ、白いラインが3本入っているんですけれども、これはですね、超長期の1年以上にわたるユーロドル冷やしの、えー、トレンドラインになります、はい。で、この下降トレンドラインの中で、えー、どうなっているのかっていうのをね、えーまあ、今のところ、超長期の目でいくと、 まあ、ユーロドルは下降気味であるということがわかります。はい。そして次。えー、っとですね。ここ、えー。フィボナッチリトレースメントを2つ引いています。えー、ピンク色の側はですね、えー、6月25日から、 6月25日から10月1日までのですね、えー、約3か月間にわたる、えー、加工、ユーロドルの加工トレンド、3か月分の加工トレンドに対する、えー、フィオナッチリトレースメント、そして緑色の線は同じく10月1日から始まって、えー、ついこの間ですね、つい2日前の12月13日のロウソク足の高値までを結んでいます。はい、だい,たいまあ2か月分というところですね。 でえー、これを見てみますとですね、えー、3ヶ月分、6月から10月までの、まあ、6月からもうほぼ9月ですね、えー、9月末までの、えー、3ヶ月間の、えー、トレンドに対するフィボナッチリトレースメントの戻り、61.8%に関して、えー、ユーロドルはもうほぼそのあたりまで到達しました、まあ。この最後の押し上げ自体は、 選挙結果を受けてユーロ、イギリスの総選挙の結果を受けてのものだったんですけれども、一気に、えー、爆発的な勢いでね、えー、ユーロドルが上昇して、まあほ、ほぼその値まで到達しました。ただし、その後はですねこう、価格がほとんど戻ってきてしまって、拡大をしみますね。ほぼ、ほぼ同じような値。 ほぼ同じぐらいの値で終わる同時線で、えー、っと終了しました、はいで。この同時線の結果からですね、えー、このローソクから、まあ、まずピンクの足、ピンクのフィボナッチリトレースメントに対しては、ほぼそのあたりまで、えー、ユーロドルの価格が戻ったと言えます。で戻って、このあとユーロドルがユーロ高になるかな と思いきやですね金曜日のうち12月13日のうちに価格が下がってきたので、まあ、おそらくこいつをねぶち抜いていくっていう方向性は考えにくいです、はい、そして今度なんですけれどもじゃあどこまでユーロドルの値はですね,ねドル高側にこう下がっていくんだろうかというのを確認したいと思います次は 10月1日から12月13日までの、えー、フィボナッチリトレースメント、ね、ここ2か月間での、えー、ユーロドルの上昇に対するフィボナッチリトレースメントから読んでみます大体、えー、いいそこからですとね、えー、これぐらいまで可愛、えー、い率大体最大の1個手前ぐらいですね、えー、ここからいくと 38.2%1.1075 があります 大体これぐらいまでは、えー、おそらく戻るとことが考えられます。で、大体その戻った後なんですけれども、やっぱりこの水平線プログラムからですね、この辺りはちょっと厚い壁がありますので、まあ、まあちょっとここで少し停滞するかなというふうには考えられます。まあ、あの、ニュースで言うとトランプ大統領の いやいや、トランプ大統領のね、えー、弾劾裁判は、えー、っと、共和党側はですね、えー、トランプ大統領の、えー、っと、まあ、側である、えー、与党、共和党側からは、離反者が出なかったので、まあ、それは弾劾がうまくいかないだろうということで、まあ、おそらく、えー、っと、ユーロ高側に触れることは少ないんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけでですね、まあ、 えっとドル高になる流れというのはそのままフィボナッチリトレースメントの3、えー、緑色のフィボナッチリトレースメントから38.2%のこのラインまでは到達すると思いますただしこれですね、えー、この水平線のプログラムからいくとまあ1 1.105に到達するかどうかといったところでおそらく揉み合うのかなと思います。お、えー、およそそのあたりまでになるように余裕を持って、えー、差し根を入れておくっていうのが、まあ、ベターな戦,、えー、戦略かなと思います。はい。ということでですね、えー、この後どうなるのか。まずはちょっと記号とかをね、振っていこうと思います。えー、っと、これ。 ダウンアローで、さらにこいつで、ここからどうなるだろうかという予想は。ええとですね、おそらくこいつに対して、トントンで帰るだろうというぐらいですかね。はい。え、おそらくね、あの、私の予想としては、ま、この方向で、 1.105に到達するかどうか程度が来週1週間のですねユーロドルの値動きだと考えられます。はいえということでですね今回の内容は2つの3ヶ月分のユーロドルの下降2ヶ月分のユーロドルの上昇のフィボナッチリトレースメントからまあこの後ユーロドルはですねまあ下降気味になるだろうと。 考えられますが、まあ、実際のところは、で、いくにして、えー、と下がるとは思いますが、えっ、ー、とですね、水平線のプログラムから、まあ、サポートラインですね、今赤色になってサポートラインが多いことが分かっていますので、まあ、おそらく1.105まで到達するかどうかだと考えられます。はいえー、今回の内容はですね、ここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。